未解決事件。どうも、ババキリブダでございます。今回は2020年7月9日に発売した映画原作のホラーゲーム、ブレアウィッチをクリアしましたので、クリア後レビューしたいと思います。それでは早速ですが、まずはこのゲームを一言で表したいと思います。映画同様精神的な怖さはあったけど、それ以外は原作レベルのホラーゲーム。となりました。ではなぜこう思ったかを今から3つの要素で説明していきたいと思います。ではまずは1つ目、ストーリーからいきます。ストーリーは、突如失踪した9歳の少年ピーターを元警官の主人公エリスが愛犬バレットと共に探し出すというところから始まります。展開は映画を見た人ならわかるとは思いますが、基本的に考察を必要としたもので、ゲーム中は割とミスリードを誘うような感じもありました。また今作は精神世界を進んでいくという流れもあったため、そういった面でも考察を必要とする感じがありました。個人的に今作のストーリーは映画のようなモキュメントではないものの、映画と同じようにしっかりと精神面をえぐってくる感じはありましたが、ただホラーゲームとして見るとそこまで怖いといった感じはありませんでした。一応ゲーム内には大きな音で恐怖を演出したり、終盤驚かせてくるといったことはありましたが、基本的にはそこまで怖い演出はありませんでした。あと今作はボリュームが非常に少ないので、そういった面でも微妙な感じはしました。ちなみに今作はゲーム開始時に愛犬のカスタマイズをするといったことが可能でした。では続いてアドベンチャー要素について話します。アドベンチャー要素は簡単に言うと、ループステージをカメラや愛犬を使って攻略していくといった感じになっていました。謎解き自体はカメラを使うということもあってか、とても斬新で面白い感じはありましたが、ただそれ以外の部分は正直とても味気ない感じがありました。例えば用意されているステージは基本的に使い回しなステージばかりで既視感が強く、愛犬も様々な指示があるにもかかわらず、ほとんどそれらを必要としない感じがありました。あと今作にはちょっとした戦闘もあったのですが、ただこちらも恐怖演出にしては全く怖いと感じることがなく、非常に気迫な感じがありました。一応後半に出てくる廃屋内の探索は割と驚かされる演出はありました。ただ映画と比べるとどうしても微妙な部分が強いといった感じがありました。あと今作はアイテムホイールやカメラなどの使い勝手が非常に悪いといった点も微妙だと感じました。では最後に3つ目、やり込みについて話していきます。やり込みは収集物とマルチエンドのみとなっていました。トゥルーエンドは攻略サイトを見る感じ結構シビアな感じがありましたので、人によっては辛いと感じるかもしれません。ということで最後まで話したのでまとめに入ります。良い点悪い点を知りたい人はどうぞ。個人的に今作はホラーゲーとしては面白くなかったでしたが、映画に近づかせるような工夫はとても良かったと思いました。ちなみに私がこのゲームをクリアするのにかかった時間は、3時間57分でした。値段だけを見ると妥当なボリュームだと感じます。ということで今回はここまで。それではまた。Right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without.